どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りしますバンドリー。はい、というわけで新しいイベントのお知らせ来ております。次回対バンライブイベント、あたらよ物語ということで、バナーではランちゃん、そう、約6ヶ月ぶりにアフターグローの箱イベが開催されるわけでございますけれども、今回はですね、アフターグローでのお泊まり会で、巴が持ってきたお香を炊きながら眠りにつく5人、夢の中で繰り広げられる夢のような物語ということでね、まあ皆さんやっぱり気になりますよね、お泊まり会。そう、僕の願いがようやく通じましたね。やっぱり枕投げが今回あるんじゃないかなというね、やっぱりまあ期待が、まあひょっとするとまあ枕投げがあれば今回ね、まあ殿堂入りのストーリーになってくるのかなというところで、ちょっと期待もしていますし、まあ、あとね、これを見たらまあ限定じゃないんじゃないかってね思う方もいるかもしれませんけど、ご覧ください。まあ夢の中で繰り広げられる夢のような物語、夢でございますね。まあ、やっぱりあの皆さん、クラスのね、可愛い女子が卒業文集で書く夢って何か知ってますか？そう、大体がお嫁さんなんですよ。なので、まあそうなってくるとちょっとウェディングの可能性もまだちょっと捨てきれないのかなとは思うんですけど、まあ、まあ、夢の中って書いてあるんで、おそらくね、あのエイプリルフールのようなね、ちょっとこう、奇想天外なストーリーになってくるのかなと思うんですけれども、まあ今回のストーリーを見る限り、新規の星音はランちゃんとトモエちゃんなのかなと思いますね。まあランちゃんはバナーで登場しているし、まあトモエちゃんもですね、アフターグローの中では星音総数がちょっと少ないですし、間隔も空いていますから、でね、ストーリーにも出てきているということで、まあトモエちゃんが星音になってくるのかなと思います。そしてイベント楽曲なんですけれども、アフターグローの新楽曲、かな夢でございますね。アフターグローのその楽曲の中ではちょっと珍しいバラード調の楽曲なんですけれども、非常に素晴らしい楽曲でございまして、まあサビの譜面だけを見ると、エキスパートの難易度は24から25ぐらいになってくるのかなと思います。そしてイベントのタイプ予想なんですけれども、まあパワフルタイプなのかなと思うんですが、ちょっと待てよとね、まあ思う方もいるんじゃないでしょうかね。花見以降ね、ハッピータイプ来てないんじゃないかっていう方もいると思うんですが、自分もハッピータイプ来るかなとも思ってはいるんですが、どうしてもやっぱりランちゃんとトモエちゃんが、まあ星4で来るのであれば、ランちゃんがスキル今のところ 100%、トモエちゃんなんかはね、今のところまだ判定強化ですから、まあスキル的に考えたらやっぱりパワフルタイプが理想なのかなと思います。もしね、パワフルタイプが来れば、あのナースのトモエちゃんが更新されるかもしれません。次回のサークルは、決まり101回目のダイエットに挑戦。モカちゃんの1万キロカロリーの行方、みんな絶対見てくれよな。